今回の教えて異性会は異性会国際総合病院の参加から妊婦さんからよくある質問にお答えします。こんにちは、異性会国際総合病院参加の井上です。今回は妊婦さんからよくある質問の妊娠中の子宮の張りについてご説明します。前回お話しした妊娠中の出血については動画概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらからご覧ください。検診では妊婦さんから最近子宮やお腹がよく張るんです、硬くなるんです、大丈夫ですかと質問を受けることがあります。妊娠期間中程度の差はありますが、特に中期以降はどなたでも子宮お腹の張りはあります。異常な張りかどうかはその程度によって変わります。普段の生活の中で家事や買い物、仕事で頻繁に体を動かしている状況や匂いを我慢した場合などは子宮の張りが出てもおかしくはありません。いつもよりよく張るな、張りが強いなと感じた時は椅子にかけたり横になって休んでみてください。それで張りが落ち着けば大きな問題はありません。安静にしても張りが収まらない、警戒しない、10分間隔あるいはそれより短い間隔で張りがある場合は注意が必要です。痛みや出血を伴う張りも注意が必要です。いずれの場合も早めにかかりつけ医の診察を受けてください。張りを和らげるお薬もいくつかあるのでかかりつけ医にご相談ください。妊娠中の子宮の張りはどなたにもあります。正常なものもあれば治療が必要なものもあるので今回の動画を参考にしてください。また異性会国際総合病院の参加でも丁寧な診察、分かりやすい説明など患者さんに寄り添う医療を提供しています。産後ケアにも取り組んでおり安心安全の体制を整えていますのでぜひご相談ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。異性会国際総合病院での受診をご希望の方は動画概要欄からお申し込みいただくか、こちらの電話番号におかけください。チャンネル登録をぜひお願いします。